はい、よろしくお願いします。稲津でございます。というわけでフォアハンドストローク掴んで飛ばすシリーズですね。今日は第2回目いきたいと思います。前5回の第2回です。前回のところでグリップしっかり握れるようにしました。で、今日は最適な打点探しをねしたいと思います。今までの僕が紹介した中では一度もやってない、こうその人に合った打点の見つけ方みたいな感じで進めておりますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が、全国トップレベルのジュニアからルーナゲランの一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これはちょっと明日も試してみようかなと思うような動画作りを目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。掴んで飛ばす第2回どうぞ。ネットミスがやっぱちょっと多いんですね。そうですね、はい、ネットミスが多くて、辻元さんの場合最後スイングの最後でやっぱり脇が開きやすい、脇が開いて肘が出やすいっていう、まあここのところはすごく、ちょっと長期戦でイメージを変えながら最後うまくこう折りたたんでいくようにしたいんですけど、ちょっとじゃあフォアハンドここで作ってみましょう。はい、作ってみ、あ、もうちょっと前でいいですか。はい、作ってみますね。で、そうですね、こう来て最後インパクトですね、はい、インパクトの形こう来ます。今結構しっかり脇が締まってる状態を作ってます。いきますよ。で、この状態で脇を締めてみましょうか。そうですね、これぐらい、まあ、ちょっとじゃあボール1個挟みましょう。はい、はい、軽くよくある挟んでる状態です。で、前向いておいてください。はい、今ラケットの面ちょうど地面と垂直ぐらいです。はい、はい、あ、前向いておいてくださいね、はい、前向いてくださいね。で、はい、どれぐらい下向きましたか。え、結構下向いてません。イメージ、あ、で自分で確認してみてください。合ってますか。もっとこれぐらいのイメージでした。あー、ほんまですか。もう一回前向いてください。はい、どれぐらい下向いてますか。ま、でも目に見えて分かる程度には多分傾いてると。はい、確認してみてください。全然傾いてない。あ、全然傾いてない。なるほどなるほどなるほど。ここの感覚がやっぱりしっかりある方がいいんですね。で、じゃあ脇を思いっきり開けてみましょうか、はい、脇を思いっきり開けてみましょう。はい、で前向いてください。どうですか。真下向いてません。はい、確認してください、うん、OK、はい、じゃあもう一回前向いて、どうですか。真ん中45度ぐらい。どうですか。まあ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 、さっきのこっちの時よりは全然いい、うん、はい、おそらくですね、普段結構開けて打ってるんで、はい、自分の感覚ここが強いんですよね。うん、で、やっぱ脇締めて打ってる人っていうのはある程度あの締めて使った方がこの感覚が合いやすいと思います。はいはいはい、はい、どちらかというと辻健さんはまあまあこういう感じで脇が開いて遠めの方が好きかもしれないですね、本当は。そうです。で、脇が開くっていうのは結局こう締める、こう開けるっていうのももちろんあるんですけど、はい、ここの遠さは別に自分の感覚があればそれで、あ、なるほど、大丈夫なんですよ。だからこう遠くなってこう行くから良くないんですよね。なるほど、はい、はい、こう入ってれば OK です。はい、多分これぐらいが辻元さんの多分ねベストな形やと思います。はい、あんまり詰まりすぎるとおそらくここの使い方に無理が出るんで、うん、今みたいにこう面を感じにくい、うん、ここまで来るとそうですね、感じれてなかったですよね、はい、でこの辺ちょうど良かったですよね、はい、ということはやっぱり、この辺やと思いますね、うん、理想で自分の多分ねここ今肘が下から持てると思うんですけど、うんうん、この感じです。ここそうです、持てるような感じを作ってあげて、ここでしっかりと取ってあげるぐらいが多分ちょうどいいと思います、はい、ですからどちらかというと前に離してあげる感じですかね、こうやって。これがこう締める感じにするとおそらく違和感が結構あってうまくいかない、まあ、グリップの薄さもあってそんなに厚くないんで、ただ脇がこっちに開くってことですね。こっちに開いちゃうんで、この状態を作ってあげるといいです。この左手で肘が後ろから持てる状態ですね、うん、これやったら持てないですもんね。持てないですもんね、はい、それぐらいの場所を、そうですそうです、それぐらいの場所でしっかりと取ってあげれるように。スムーズになりましたよ、だいぶ、はい、うん、あのそうやって自分でこうじゃないけどこれぐらいっていうのが分かっただけでだいぶ通り道が多分できたんですよね、うん、それぐらい少し離れたところ、脇の空き具合っていうところをイメージして、
うん、お、なんかどこにどこら辺でを通るからこんぐらい空いたらいいんちゃうの距離感は掴みやすくなったかもしれない。掴みやすくなりましたよね、うん、前多分近かったですよね。近かったです。自分のなんか、好きなところはちょっと遠めなのに自分の立ってる位置は近くてっていう、よく自分のこの理想の、うん、自分にとっての理想の肘のこの感じが分かりにくかった、うん、あれあのグリップが厚くてもともと脇締めて打つ人は締まった状態の方が面感じやすいんですよ。今こんぐらいで開くとなんか分かりにくくなるんですよ。なんかこれはそれぞれの好きな感覚とか、うん、自分の感覚っていうのがやっぱりあるんで、近すぎ遠すぎ分かりにくい、自分にちょうどこうそれが分かりやすいところ、セルフチェックもできるし、誰かにやってもらうのが一番いいんですけどね。今面どれぐらい下向いてるってやってあげると自分のちょうどここのいい感じが分かってくる、はい、すごい。もうちょっといきましょうか。ただそうなるとすごい力入ってるなっていうのは分かりますけどね、ここが。あ、手に、うん、で前回やったあの圧をかける握り方で適度に抜いて掴んで飛ばす。あ、いい距離ですよ。めちゃあのいい感じで離れられてますね、ボールから。あ、ナイス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 。なんか新感覚です。こんな気持ちよく飛ぶんや。あの抜ける感じが多分今 手のひらに残ってると思うんですけど、ここ何回かで一番今綺麗じゃないですか、フォームも。あ、めっちゃ綺麗です。インパクトまではめちゃめちゃ綺麗です。今インパクトまでは、はい、だ距離もすごく取れてるし、そういうのがあると足の使い方もね、前やってこう、チャッチャッチャッっていう使い方も今の最後の距離を合わすために使ってあげる、自分とのあのいい距離を最後保つためにやってあげると。いや、それは本当に大きいかもしれない。どこ行ったらいいかっていうのが割と明確になったのは大きいかもしれないです、ね、うん、ちょっと散らしますね、ほな最後。そうです、近かったですね、ちょっとね。近かったですね。であの場合もうちょっとこっちにこう離れるフットワークが必要になります、うん、これは練習か。そうですね。ただあの目的ができたじゃないですか、自分の。そうですね、自分のここの距離っていうのを知れたんで、うん、動く目的ができるんで、はい、はい、ラスト。そうです、そうです、そうです。あー、遠かった。そうです、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 あそこです。あ、なんか場所が分かるってこういう感覚なんですね。はい、まあ初めてテニスする人はちょっとこういう今の感じはちょっと分かりにくいかもしれないですけど、うん、ある程度テニス歴があってボールをたくさん打ってる人とかって感覚がやっぱ出来上がってるんで、あ、今みたいなこう感じでチェックしてあげると、おっみたいな、あ、ここやったんやみたいな。単に僕とかがじゃあグリップの、はい、薄さを見ます、あ、こんぐらいの薄さですね、ほんなら打点この辺ですねってやってもなんかいまいち、うん、そうなんかなみたいな感じになるんですけど、なんか要一番力が入る場所みたいな、はい、はよくなんていうんですか、その、はい、最適な場所の見つけ方として、はい、まあ、それも大事ですね、別にあの正解はないんで、うん、まあ、感覚、多分感覚なんです、はい、それが僕的にはそんなにしっくりこなかったんですよ、うんうん、多分他の足の要素とかもあったん、うん、でも今のはなんか、うん、なんか言葉で言えないんですけど、僕の中になんか一個確信めいたものは、ここなんやっていうのはできました。あのチェック方法面白いでしょ、うん、単に力が入る場所って言ったら、じゃあ押して入る場所ってなるとみんな締まるんですけど、なんか遠い人がここ遠い場合もあるんで、うん、それも人それぞれのこのここのあれがあるので、これはあのやってほしいかもしれない。面白いでしょ。ハマる人はすごいハマると思います。ハマりすぎでしょ。すぐ魔法は解けるんで、あとは努力なんで頑張ってください。うん、いや、場所が分かったのはほんまに大きい。じゃあ次行きましょう。はい、はい、いかがだったでしょうか。今日のあの打点の探し方の部分ですね、まあ、たまに僕が使うやり方なんですけど、全くテニス経験がない方とか経験浅い方にはちょっと向かないんですけど、ある程度経験を経てきてちょっといろいろ悩んでる方ですねには、すごく効果的なやり方です。まあ、コーチはグリップのこう薄さ、
厚さですねをチェックすれば、まあ、大体理想はこの辺かなみたいな感じはこう示すんですけど、まあ、なかなかねこうここやって言われても本人がこうピンとくるか来ないってやっぱすごく大事です。で今日の辻健さんにやった方法で、あこうやね、ここのこれぐらいの腕の伸びであなたは一番面のこの角度が分かってますよねと、じゃあこの距離をそのまま生かして前に持ってくると本当に分かるんじゃないですかみたいな、まあ、方法なんですけど、まあ、それがね、まあ、合ってるか間違ってるかは置いといて、僕が今までやってた経験の中では結構効果的にこうプレイヤーの方はねピンと来てくれます。でその後あここなんかっていうのが分かるので、そこにしっかりフットワークも取れるようになるし、実際ボールとのスペースがね本当に自分のグリップの握り方とか、まあ、その人の体型とかね、まあ、関節の可動域とかそういうものにあったものに、まあ、感覚にあったものにですね、なるのですごく気持ちよく触れると、そういうところに落ち着きます。まあ、効果が出る場合と出ない場合当然ありますし、逆にうまくいかない時もあるかもしれないですけれども、まあ、一つねこうもし迷っている方とか悩んでいる方とかがいたら、あのやり方おすすめですので、ぜひ試してみてください。次回は3回目です。もうさらに掴んで飛ばす感じに、ね、なっていきますので楽しみにしておいてください。